腹筋やろうと思ってもできないメニューがある。お腹よりも腰が痛い。真似してやってもお腹に効く感じがしない。そういった方にぴったりな内容になってます。腹筋と背筋、この柔軟性が実は関係しています。今回ストレッチをした後に腹筋メニューをやってみましょう。すごい効率的に鍛えることができます。膝は両手で持ちましょう。このまま下を向いて背中を丸めてキープです。今回のストレッチは基本的に止まっておくストレッチになります。やりやすいので最後までやって最後の腹筋メニュー頑張りましょう。止まっておく動きが多いのでメニューが分かったらねスマホを置いとってもいいです。足を開いて座りましょう。下に手を入れて前屈です。この状態でキープです。足を開いて前かがみです。足を持ち上げるイメージで前屈して止まっておきましょう。ちょっとアクロバットなストレッチもあるんでメニューが分かったらスマホ置いておきましょう。 OK、 寝た状態で両足抱えてキープです。できれば膝を伸ばした方がいいです。足首でももも裏でもどっちでも持っていいです。前屈が硬いとね、腹筋やっぱりできないんで、しっかり膝を抱えてキープ。よこしょ。オッケー。正座をしましょう。手を遠くに伸ばしてキープです。腰しっかり丸めて指でね少し前に歩いてキープです。足伸ばして座りましょう。できればつま先を上げて前屈です。届く人はつま先をね引き寄せましょう。硬いよーっていう人はちょっと膝が曲がってるやつを押しながら前屈です。うつ伏せになりましょう。今度は前側を伸ばします。このままキープ。腕を張ってキープです。ちょっと楽だよっていう人は手をついてもいいです。このまま足を横に持っていきましょう。足の反対側を向いて手を合わせてキープです。下側の手をしっかり伸ばしてください。こんな感じになってます。こうやって腕をひねってキープです。反対も一緒です。
足横に出したら手を伸ばして手を合わせる。できれば下の手をしっかり伸ばしてね、上の手が前に行かないように合わせる感じです。おー伸びる。これ結構きついですよね。もし楽な感じがしたら下側の手をしっかり遠くに伸ばしてください。うおー伸びてる伸びてる。今度は四つん這いから手を遠くに伸ばしてお尻残したまましっかり腰を反ります。これも少しね指で前に歩きましょう。お尻は後ろに残したまま次から腹筋メニューです。 OK、 これで腹筋の準備ができました。寝た状態から膝をタッチしたら戻りましょう。息吐きながらタッチして、できれば少し止まったら帰りましょう。前半の丸々イメージで今度は膝を曲げましょう。上にタッチ、手を上に伸ばしてタッチです。高いところにタッチする感じで、バレーボールのブロックするようなイメージです。ネットよりも手を上に出す。このまま膝を開いて足をゆっくり動かしましょう。かかと離していいです。上半身は少し丸まっとくようなイメージです。オッケー。じゃあ一番初めのこれ、これで転がりましょう。どうですか皆さん、あんまりできないよっていう人も結構できるんじゃないんですか。これやってみた人はねコメントで教えてください。いつもよりなんか力が入るよとか上手に背中が丸まってるよっていう人多いと思いますんで、感想を教えてください。 OK、 もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。